組み合わせ結構今回悪くないよ。いい感じだよ。いい感じだよ。よし、じゃあ行きますか。RBJ5、セミファイナル、RB2 大会、始めたいと思います。ワンピー側、ナール、ツーピー側、野獣先輩。さあ、先ほど野獣先輩、決勝戦で、まさかガロ棒に星を上げてしまったということで、RB2 大会で気合入れていきたいところ。ワンピー側、バトルクロード全一、ナール、ツーピー側、野獣先輩ということで、ペンギン犬がナールで、ヒースが野獣先輩ですね。いいよ。じゃあ、ニコ生、ここから始めます。さあ、フェイントをかましてからの、サンダーブレイク投げですね。はい、ドーンが決まっていく。飛び毒のチェイ、ペンギン剣、危ない。ジャンピック、おっと、飛び、ダブルプケ、マジカルだって。ここでスーパーペンギン剣、出していく。なる、当たってない。ライコン、マシゲリ、スウェイから、拾って、はい、ドーン、ビリビリ。さあ、レジングストーム、リバーサル、飛び毒打っていく。あー、デミってた。野獣先輩強い、まず一歩接種。さあ2ラウンド目、さあ拾って投げて、今日はあのギースであの投げが出ませんでしたね、ポリガローだとね、残念でした。さあ飛び道具打っていく、ペンギン剣、ペンギン剣、おっとここで対空大パンチかまして、飛びが通ってフェイントからの小足大足つないで固めていくのは野獣先輩、体力リード。飛び道具放ってなる、足払いから飛び道具転がって近くで投げる、早い展開。そこで技が交錯、拾って投げてアイドン、そんでもってここはペンギン剣フルパワーで出していく。あっと飛びが通った、まずいぞ、体力ゼロ取ってからが勝負なる。あっここで体育、野獣先輩お見事、1回戦突破おめでとう。じゃあ伊沢選手、大和選手、じゃんけんして席を決めるんだ。さあ RB2 を牽引するプレイヤーイーザー、そして今日は広島から大パンクラックを食らいに来たヤマトワンピーガワ、ヤマト、ツーピーガワ、イーザー、じゃあ準備ができたら試合開始するんだ。ミカドの RB2 の、企画をね牽引しているイーザー選手、今回はツーピーガワをビリーカンを選択していく。そしてヤマトは変わらず上東、大丈夫です、大パンクラックはもうないです、ヤマト頑張れ、自分の力を取り戻すんだ。さあハリケーンアッパー、ハリケーンアッパー、飛び道具で様子を見ていく、まあ、ビリーカーンといえばあのモンテ選手という非常に戦い方が、キレキレなプレイヤーがいるんですが、非常にストリートファイターらしいキャラクターになって仕上がっているこの RB2 のビリーカーン。よしラッシュ、おっともう一度仕切り直して入れていく。さあヤマトが飛びからスウェイ、一旦距離を取って様子を見ていく、スクリューハッパぶっぱなし、当たってた、飛んでいた。さあフェイントからかかと、ここはガードしてかかとっていくラッシュ4、サフェスコン当てて残り15秒。さあいざここは様子を見て、タイガーキックスタートのところにラッシュ決めていく、ファイヤー昇竜、ここは一歩接種、いざさあヤマト頑張れ。今日は大会の景品の金ちゃんラーメンを、持ち込んでいただいたヤマト、ありがとうございました。さあガロー伝説に勝てばつゆかけうどんが食えるということで頑張ってほしいところ。さあ近寄ってダッシュバレー、ヤマト交換していく、飛び込みハイキック、ここは返していく、いざタイガーキックスカットのボールにラッシュが入る、スラッシュキックの関わらなかった、ハリケーンアッパー投げ返して、さあ様子を見ながらじりじりと前を詰めて、おっとカードからランブガードしていて、果敢ファイヤー勝利を当てていくな、ビリガン、いいか、ダッシュバレー、寄せ見て、スイコイから、体力ゼロドット、いいか、ここは、予想見て、慎重に、スクリアパブっぱなしだけど当たってなくて、うまいよ、バックステップで受けていく、ヤマト、飛び込むけど、返されて、勝ったのは、いいか、ビリガン、お見事。じゃあ、予策選手、アイランド選手、じゃんけんして、制御決めるんだ。さあ、アイランド選手の、クラウザーがまた火を吹くか、ワンピーガー、アイランドクラウザー、あ、山崎が今日、ごめんなさい、山崎、そして予策キム。さあ予策、今日はいいところが全くない全くモテる要素がないこの予策の
ダメです、ダメです。さあ予策頑張ってほしいところ。さあアイランドがここは対空、非常にこのアイランド選手の山崎は強いということで、半月さん当てていく、ダッシュバレット返し、果敢取ってロケットパンチ下側へ。さあ空から予策が降ってくるか、どうなるか、アウト。ここはパンチ、ロケットパンチで返される、蹴りで吹っ飛ばされて踏みつけ、あーっとまだ殴られる、予策飛び込んだ、ガードしているアイランド選手。さあまで割って裏に回って、しっかり連続技叩き込んでいく。さあ体力リードはまだアイランド、逆転したいところ。予策下げキック、さあ通常技は交錯し合う、しかしロケットパンチがありますからね、注意したいところ。うわー、当たってねえ、ダセー。入ったと思った、思っただけ、やった、俺の勝ちだと、勝利を確信した瞬間に負けているっていう、バカだね本当に。さあ踏んでいく、アイランド選手が反応して砲脚をぶっ潰していった。さあ2ラウンド目、今度は体力リード、砂掛け避けて半月さん、足払いを返していくのはアイランド選手。もう一度下段、あ、何やってんの、何やってんの、ロケットマーチ。さあ体力逆転、アイランド飛び込んでガードしていく、リバーサル、ここ潰されてグッタイクで落とされる、踏みつけ、もう一回蹴られて逆側へ、あ、出した、当たってねえ、あー、まずい、まずい。ここは砲脚と見せかけてしっかりクレバーなコンボめくり、飛び通して体力若干リード、アイランド。さあ前を取って様子を見ていく両者、下段のロケットパンチ透かして半月さんで近寄る、ダッシュバレーガードして半月さん出して返して起き上がり、どうだ、半月さんだ、ダークタイク、アイランド山崎強い。予策死亡確認ありがとうございました。じゃあニピオとモンテ選手、じゃあニピオ選手、モンテ選手、さあ優勝候補の一角モンテビリー、今日も現れたニピオ選手の山崎かな、山崎と激突ということで、ワンピガはモンテのビリー、ツビガはニピオの山崎、今日ニピオ選手は、ワイルドアンビション大会で優勝を取っているという山崎になっております。さあポリガロ最強の男か、それともアルビツ最強の男か、割れましたね、うん、結局、はい、今回いいと思いますよ、割れましたね。さあモンテビリー、ミカド大会での優勝経験のあるこのビリーカンがワイルドアンビション最強のこの山崎ニピオにどこまで攻めていけるか。さあファイヤーサンセスコン当てていく、体力をリードさせるとモンテビリーが非常に有利な、ね、展開になってしまうということで、遠距離戦がちょっとビリーの方が長いんですかね。そうですね、ここはニピオなんとか取り返したいですね。逆にモンテさんは焦らせるぐらい体力を減らしていきたいところ、リードを奪いたいところ。おっと、ジャックパンチ、ロケットパンチで割っていく、ニピオ、ジャックパンチ、めくり、ここはニピオよく見せた、ガードして大キック返していく、いい立ち回りを見せる両者、体力リードはやはりモンテ、この要塞を崩せるか、ニピオ、大足払い、降下して、もう少し、あと14秒、しかしめくって足払い、ここは連続技がなかった、助かったがサンセスコン、一本選手、モンテビリー、強い。このモンテビリー体力リードだけは奪われたくないところ、飛びしっかり落ち着いて投げていく、ダメ端に追い込んで、ね、ラッシュ3。さあニピオが距離を詰める、あっと、あたび、うまい、ダッシュバレーから連続技、ロケットパンチ、ここは空を切る、微妙な間合い管理、もう一度動いたところに空対空、2秒、あー焼かれる、強いモンテビリー1回戦突破おめでとう。じゃあガロボー選手、ソマリア選手、じゃあ1ピガはガロボー、2ピガはソマリア、フランコということで、さあガロボー選手1回戦から RB2 の手だれフランコバッシュが現れる。ガロボー選手は今日はビリーカンを選択していくということでね。さあ RB2 はあまりやっていなかったというガロボーですが、ここはどこまで成長したか、ソマリア選手に見せられるか。さあ差し合いからガロボーラッシュ3、ソマリア選手は一発があるんで注意したいところ、危ない、ここはファイヤーで返していく、大パンチ出し攻撃、しっかりガード、お互いガードが硬い、体力リードはガロボー、自分の体力リードをしたところを守っていきたいところがビリカのファイトスタイル。
ここはソマリア選手が内側に入ってなんとか体力奪っていきたいところ。うまい出し攻撃、ショットレンジからジャンプ攻撃、あっと逆転した。さあガウボを攻めざるを得ない。下段からサーゼスコン、ここはカカン取っていく。さあここはワタアメを投げていくが、カエンセプークを投げていく。しかしガードしているのソマリア、あるのか、どうなんだ、逆転できるか、微妙なところだぞ、削って、ああうまい、ガロボーここで体力逆転、残り1秒、 KO、 お見事、ガロボー一本選手。守りと攻めが非常にこう交錯する両試合だった1本目、2ラウンド目、今度はソマリア選手が一気に殴り込んでいく。さあジャンプ通ってファイヤーで焼いていく、ゲーダンから攻めていく、オートガロボここは攻めていく、攻めのスタイルのビリカン。さあ体力若干リード、まだわからない、オフ対空ソマリア選手、しかし対空で返していくが、ここでラッシュが入っていく。画面8背負っているガロボどうすんの、飛び攻めざるを得ない。さあここでブレイクショット当てていく、リバーサル返すが、ソマリア一気に殴り込む、1-1ファイナルラウンド。さあ1回戦からギリギリバトル、ガロボ先ほどのガロー3大会のように簡単に勝つことはできないぞ。 RB2 大会出し攻撃、飛びしっかりガード、上げ段から体力奪われる。さあサンセスコン打って様子を見ていくガロボ、ジャックマッチ振って牽制して当てていく、まだ体力リードソマリア選手、おっとうまい返していってガキャンからもう一度中腰、ジャックマッチで対空、空対空で落としていく、うまい、リバーサルしたもののすぐ潰されてしまう。下段から攻める、さあ体力大幅リード、ガロボは攻めざるを得ない、空対空完璧なソマリアの立ち回り、ショートレンジのジャンプ攻撃、ジャックマッチで潰していくのソマリア、下段からもう一回対空、相打ちを最低限取っていくソマリア、バッシュ、リバーサル投げていく、あと4秒間に合うのか、どうなんだ、投げる間に合わないか、ダメか、勝ったのはソマリア、フランコバッシュ強い、お見事。じゃあ神々マリー、マサオ、シャンフェイ、じゃんけんして席を決めてくれ。神々選手、あっいました、じゃあ RB2、 これまた最強の一角、ガミガミ選手ワンピガワへ、そしてミカド勢のマサオツーピガワへ。お疲れです。マサオ、ここはガミガミ選手になんとか一矢報いる戦いを見せてほしいところ。ガミガミ選手は今日はブルーマリーを選択していく。さあ飛びが通った、さあマサオがボコされている、まずはファーストアタック、ガミガミ選手、マサオガードを忘れているぞガサオ、マサオ頑張れ、さあもう起こされているぞマサオ頑張れ。ガミガミ選手のあーしこってる、まずい、リバーサル谷間さんから裏切れす、一本選手はガミガミマリー怒涛のラッシュ、マサオ頑張れ、ゲダン様子を見ながら交渉を当てていく、おーと近寄ってフランケンシュタイナー、これ減るんだよな、めちゃめちゃ減る、そして腕しぎ流れるような関節技のコンビネーションを見せていくこのブルーマリー、ガミガミ選手着待ち、あー飛び入っちゃった、ゲダンから返してラッシュ、マサオ頑張れ、勝利使って角半もらってカニバサミ、そのままアキレス腱固め膝十字、あー空対空ガミガミ強い、1回戦突破おめでとう。山田志郎選手とジョニッキー選手、じゃあじゃんけんして席を決めてください。今日はミカド勢とアルビツ勢がうまく分かれたナイスなトーナメントになっていると、ミカド勢がどんどん死んでいくという状況に、ジョニキ頑張れ、ワンピガは山田城、スーピガはジョニキということで、山田選手はここでも双角を選択、そしてジョニキはタンフールを選択していく。さあ筋肉お化けになるのはジョニキ、どうなる、飛びが通る、2段まずは決めていく、スタンド攻撃大パンチを引っ張っていくのはジョニキ、空対空お互い相打ち、下段から攻める山田選手、ラッシュさあここはガードしていく、戦士一方格安なくってリバーサル、体力同じぐらい、いい殴り合いを見せる両者、飛びここはしっかりガード、山田選手返していく、ブレイクショット巻き火して固めていく、返して戦士一方繋がって3ヒット、
いい殴り合いを見せる両者。大パンタイク、すぐさま上下やり返していく。相打ち。さあ残り時間が10秒切るぞ。あ、厳しい。ガードしてん選手も当てたよ。上力1本取った。2ラウンド目、いい殴り合いでしたね。さあ山田選手、ここは1本なんとか取り返したいところ。空対空、ジョニキが打ち勝っていく。飛びが通ったよ、人おっと、ここは残念、100戦100勝客は当たりませんでしたね。ラーメンマンか。対空の投手は厳しい、固めていくの山田選手。おっと選手も入った、バンナクル、じいちゃんだけのバンナクル、どうする、巻き見せ返す。お、ジョニキいけるかこれ、どうなんだ、いや減らされる、あー強引にぐちゃぐちゃ。ジョニキが制して1回戦突破おめでとう。じゃあ L 選手とバルキチ選手、じゃあじゃんけんして制御決めるんだ。はい、じゃあ L 選手 1P 側へ、そして 2P 側パルキチ。今回は RB2 勢とミカド勢がバッツリ分かれているといういいトーナメントの組み合わせという感じですね。ミカド勢の成長した姿を見せたいところ。さあワンピガは L さんの、シャンフェ、そしてツピがパルキシテリーということ。さあ大パンクラックはもうないので、ここはまともにやらなければいけないパルキシ。さあ L さんが空対空で返して、おクラックシュートを出していく、出していく。もうクラックシュートがギャグ技に見えるっていうこの状況、頑張ってほしい。パワーウェーブを重ねて、さあソリードファイターらしい立ち回りを見せるパルクシー。スライディング入っていく、おーっと返していくのは L。 あー、ここの L の手数の多いこのコンボがバリバリと入っていく。7、8、画面端に追い込んで一気に畳み込む、強い L シャンフェ、いいポン選手。2ラウンド目、パルクシー頑張れ。空対空で落とされて、ダイヤしてもらえて動かしていく。パワーウェーブ重ねて様子を見ていくのはパルクシー。パルクシー空対空で落とされる、ジャックマッチのオッパライはリバーサル返される、果敢取って、鬼の連続技はなかったがダメージを着実に奪われていく。パルクシー頑張ってほしい、返してブレークショット、浮かされた、交渉からもう一発バーナクル、ここは打ち取っていくのは L、 うまい、よく見てる。ガキャンから初キック挟んで、飛びが通った、強い L シャンフェ、危なげなくパルクシを撃破、1回戦突破おめでとう。じゃあ2回戦、野獣先輩とイザ、野獣先輩とイザ選手、じゃあじゃんけんして成功決めてほしいところ。さあよさくガロボート、ねやられてしまっているこの状況ですからね。ジョンピガは野獣先輩まだ生き残ってるぞ、残ってんのがジョニキ、ジョニキ選手と、まあ、野獣先輩選手、ガロスペスへの野獣先輩、ここはギースを使ってイザ選手のビリーカーンと相対する、勝てるか野獣先輩、頑張ってほしいところ。さあファイヤーが刺さる、東京での RB2 待機旋回をこう牽引するイザ選手、ここは野獣先輩を分からせるか、それとも野獣先輩がビリーを分からせるのか、どうなんだ。来コマシゲイからそのまま、おお当てみ、うまい、掴んで、はいドーン、ビカビカを決めていく。足払いかな、さあオールレプゲン、ジャンプでかわしていく、体力リード、いざ、あージャックパンチ潰して、サンセスコン当てミスかったところに返していく、ラッシュフォー、そのまま勝った。日本選手はいざ、さあ野獣先輩後がないぞ。さあレプゲン、ジャッキックで返していく、さあと飛びが取らなかった、フェイントかましてない、コンマシギリ、下段置き攻め、下段キックで返していくのはイザ。さあ様子を見ながらジャックパンチ、ライコーマシゲリ、下段つないでチェーンコンボ返していく、リバーサルからのファイヤー、イザ選手がクレバーな立ち回り、あーっと上りパンチ、ここが返されていく。さあおっぱらってぽらって、
コンボを回して追っ払っていく。さあ2段を決めてジャックインからチェーンコンボ、あー拾って投げる。野獣先輩いいぞ。1-1ファイナルラウンド。さあここは飛び道具と三節コンが相殺していく。レイジングストーンをフェイントで絡めながら足場を攻めていく。もう一度。さあ伊沢選手、ここはガード一辺倒、体力リードされると攻めざるを得ないこのビリカーン、どうする。さあジャック待ちからラッシュ返していく。野獣先輩が大きい攻め、様子を見ながら飛び、ジャックマッチで追っ払われて、アーテミスカットところに返していく。さあ体力は同じぐらいだな、どうなる。いい殴り合いを見せる両者、飛び、ここはしっかりガード、まだ動かない。ライコバシゲルからアーゲーダー投げ、うまい、空投げを見せていく。リバーサル一発、サンセスコーン返していく。若干体力リードは野獣先輩、飛び通らない、しっかりガード、レップゲン。さあ残り14秒、微妙な時間、アーゲーダーから体力を奪い返しか、投げていく。さあ残り6秒、野獣先輩このまま逃げるか、どうなんだ。怒涛に攻めるのはいざ、どうなんだ。0秒、野獣先輩逃げ切った。勝ったのは野獣先輩ギース、お見事。アイランドとモンテです。はい、じゃあアイランド選手とモンテ選手じゃんけんして席を決めてください。さあ RB2 勢がここで激突という感じでしょうか。アイランド選手の山崎、そしてモンテ選手のビリー、どちらも手だれということで、注目の一戦第1カード、1ピガは、アイランド山崎、2ピガはモンテビリー。さあモンテ選手、また無課の大会を取るのか。ビリーカーン、スピガー。さあまずは順当に体力をリードしていく。この体力リードがモンテ選手のプレースタイルに非常に有効。鉄壁のモンテビリー、そしてこの鉄壁の要塞を崩したいアイランド山崎。さあ前詰めて空対空、いい反応を見せるモンテ、レーダーから返していく、ファイヤー決めて、さあヒット、ジャックマッチから。さあ思い通りのプレーができているか。1本目アイランド頑張れ、なんとか崩したいこの要塞モード。いいよ、トキック、おっとここで削り、まず一歩制したモンテビリー。2ラウンド目、さあ前を攻めていく、下段を攻めて飛び、怒涛に攻めるが落ち着いて投げていく、モンテ逆側へ体力リード、体を入れ替えていく。さあ通常技差し合い、まだ大丈夫、まだ時間はある。おお、ファイヤーが生で刺さる、まずい。おお、リーチが非常に長いビリーカン、飛び込んでもう一度、あーロケットバッチ使ったところにスカーク決めていくのはモンテビリー。おお、体育返していく、アイランド、ゲーダー、あーガード、この要塞のほど要塞のようなモンテを倒せるか。めくりガード、落ち着いて投げる、あー硬いモンテ強い。2回戦突破おめでとう。さあ、ソマリアとガミガミ、じゃソマリア選手ガミガミ選手じゃんけんして席を決めてください、よろしくお願いします。さあ RB2 勢がついに激突していく展開になっていく。さあガミガミ選手1ピガーへ、そしてソマリア選手のフランコ2ピガーへ。今日はソマリア選手はガロボーのビリーを破ってきていると。気合十分ソマリアフランコ。さあ筋肉ムキムキにセロイド疑惑があるというフランコバッシュが、まずはラッシュ、ガロスビーのは何だったんだって、何だったんだろうっていうぐらいね。さあガミガミの関節技いつうなるんだ。まずは体力リード、ソマリアバッシュ、おお返していく、返すか、素晴らしい。さあラッシュラッシュ、スウェーから攻める、昇竜で割って、なんだあれ、ソマリアのフランコバッシュが非常に強い、体力大幅リード。さあガミガミ選手大足払い、赤にバサミに昭和し、素晴らしい立ち回り、ソマリアフランコ。まず一歩選手、さあ2ラウンド目、ジャックマッチで追っ払っていく、おっとラッシュが入って対数へ、ここはしっかりガード、ガミガミ選手中腰かな、おお出し攻撃読んだんだけど裏に回っていく。さあ体力大幅リード。さあここでゲージを使っていく、
ジャンプ攻撃落として、あー完成された決めていく、あー減った、あーチャイスが入った、神神選手の火力がうなる、滑空から攻めるところ、ここはソマリア選手しっかり返していく、クータイクダッシュに近寄って足払い、あー勝利使ったところに、おうまい、まずい、危なかった、安かった、よかった、まだ体力リードはソマリア選手、あ若干神神選手勝つ、あー関節返した、中ゴス挟んで画面端追い込んでいくな、ソマリアバッシュ、クータイク一発決めて、もう一度クータイク、あー勝利使った、あーレイズまだなかった、助かっ た、助かった、さあここでゲージ使って近寄っていく、危ない、ジャクマッチからカニバサミ、そのまま関節技チャイス、死んだ、勝ったのはガミガミマリー、お見事、いやーソマリア選手惜しかったですね、ありがとうございました、あちょっと枠取り直します、ジョニキと L じゃんけんの方お願いします、ジョニキ選手 L 選手じゃんけんして席だけ決めといてください、よろしくお願いします、じゃあニコ生枠取り直します、今日の RB2 大会は非常にレベルの高い戦いが繰り広げられているということで、さあジョニキがまだ生きていたということで L 選手に今激突、ワンピゴはジョニキ、ツーピゴは L 選手、さあどうなるか、はい、いいよ、いいですよ、大丈夫です、枠取り直しました、じゃあニコ生、後半戦ということで枠取ったよ、よろしくお願いします、ジョニキが使うのはタンフル、そしてエル選手が使うのはシャンフェ、さあエル選手の凄まじいコンボがまた火を吹くのか、それともジョニキがクレバーに立ち回っていくのか、さあ画面端追い込んでボークをそこに殴っていく、どこまで繋がるんだこのコンボ、殴って飛び込み、しっかり相打ち取っていくのはエル選手、おっと帯が通った、セシポッつないで、いい火力、タンフール、タンジーさん、お、殴った、リバーサル、あー、入ったなー、上位、エールお見事、ユーポ選手、さあ、ここは、あー、返した、リバーサル、上位、なんとか一瞬食いたいところ、交渉が入る、あ、危ない、3ヒット、4ヒット、そのままヒットのグイート、置き攻め、さあ、ムキムキじいさん、当てていく。かなりビルドアップしたんですけどね、残念でした、体力リード、あー、ジョニキ飛行賞決めて、昇波か、昇波決めて、飛び、ガド、あー、ガーキャンか、強い、エール、ジョニキを撃破、お見事、じゃあ、モンテさんと野獣先輩、じゃあ、野獣先輩とモンテさんですね。じゃあ野獣先輩ついにモンテと激突、ワンピーガワ野獣先輩ギース、ツーピーガワ優勝候補の一角モンテビリー、じゃあ準備ができたら試合を開始してくれ、さあ先ほどガロー3大会の決勝戦で残念ながらガロボーのうんこテリーを止めることができなかった野獣先輩、ここでまさかモンテビリーと激突ということで、さあモンテがいつもの通り丁寧な攻めを見せる、さあこの体力リード守っていきたいところだが、さあいいドーンを決めていく、ダウン投げ、さあ画面端を追い込んで、さあビリー体力リード、さあ野獣先輩がこの体力差なんとか取り戻したいところ、おっとジャンプ攻撃リーチが長い、レバナをくじかれるような展開、当てみた、うまい、そしてそのまま追い打ち投げ、ダウン投げ、あー旋風こんなしてやがった、まだ生きている、大丈夫、まだ生きてるぞ、しかし残り8秒、心が折れる火炎旋風こんからのめくり、まず一歩接種モンテビリー、いやー、超質が減るんだな、このゲーム。ジャキック、ショートネジジャンプから攻めるか、ここは落ち着いてモンテ、ジャンプマーチを振っていく、モンテ、ゲナンからラッシュ3、さあ、要塞モード入った、要塞モードに入ったモンテ、この要塞を崩すのは容易じゃない、あー、ガーキャン、ガーキャンから、投げ、あー、いいよ、ヤジ先輩、まだ分からない、ゲナンから、
ダウン投げいいドーンと、うん、いいドーン決めていく。さあ体力が微妙な感じ。あーもう一回ダウン投げ、サンダースルーを見せる。あー裏回ったあるよ、まだあるよ野獣先輩。さあ攻めざるを得ないモトビリ、どうする。残り12秒、ジャークキックからのコンビネーションアタック。さあ1-1ファイナルラウンド。さあ優勝候補野獣先輩は、野獣先輩がこの優勝候補のモンテビリを撃破することができるのか。ファイナルラウンド、さあ落ち着いた攻め、しっかりラッシュを決めていく。飛びフェイントを絡めた攻め、野獣先輩。あっと対空、ああうまい、真空投げ、バックステップで下段を刺していくが、あーっと投げていく、あれ地味に減るなこの投げ。いいね、あの減りますね。あっ飛びが入る。さあ攻めざるを得ないモンテビリ、要塞を崩さざるを得ない、要塞から攻めモードへ。さあサンセスコアって、あっと体力リード。さあそろそろ要塞に切り替えか、野獣先輩捕まえられるか。あと14秒、垂直ジャンプダウンパンチ、ラッシュを飛び込む、投げるがどうだ、間に合うか、残り4秒、下段返すモンテ、どうだ、飛び通らない、鉄壁ガード、モンテビリギリギリを制す。野獣先輩惜しかった、ありがとうございました。モンテ決勝進出おめでとう。そしてガミガミ対するは L 選手ですね。じゃあガミガミ選手、 L 選手準備ができたら試合開始お願いします。さあガミガミマリー、今日の凄まじい火力を見せたあの投げ。次は L 選手のシャンプーということでね。じゃあまずは開幕、技が相打ちて、ここは L 選手が取っていく。さあ画面端を追い込んで、おっとここは巴投げ、踏みつけ、下段から置き攻め、大足払いをつないでいくのはガミガミ選手。さあ着々、またも巴投げ、しっかり通常投げ当てていく。空太くもう一度裏け決めて、スウェイから帰ってきたところに足払い、さあやり返していく、ダッシュ4号対スレ攻撃当てていく、もう一発。さあ体力リードはガミガミ選手だが、じわじわと L 選手が取り返していくが、おー弱ダイト新コンボしっかり決めて、一本選手ガミガミ回りということで、下段から攻める、しっかりガード、ショーキックで追っ払っていくな L 選手。あともう一度うまい、読まれていた、チョイス投げていく、踏みつけて中段折り混ぜ、飛び込んで腕しぎ逆十字、体力をじわっと減らした。あっと飛びが通った、ラッシュが待っていた。さあ滑空からの反則技、ああ勝利使った、危ない、安かった、体勢から下段、ああ裏消したな、チョイス決まって、ガミガミ選手お見事、決勝進出おめでとう。決勝戦なんかまたまた、じゃあモンテ選手、ガミガミ選手、じゃんけんして、じゃあ席を決めてください。さあどっちにすると、はい、RBJ5、セミファイナルリアルバートガロ伝説2大会決勝戦始めたいと思います。じゃあ1ピガはガミガミマリー、2ピガはモンテビリー、さあライバル対決ということで、どっちが勝ってもおかしくないアルビガチ勢のバトルが今始まる。最終試合、ワンビガワ、ガミガミ、ツービガワ、モンテビリー。さあスウェーラインから攻めて体力を奪っていく。先制はガミガミ。さあ守りが強いモンテ方が、相手はガミガミ選手ということで、ここは攻めていく、ファイヤー決めて体力リード。一瞬に持っていかれる関節技を多数持ってますからね。危ない危ない危ない、避ける避ける、モンテ、あー上位が決まる、1本持ってかれた。さあしかしまだ体力リードしてるのはモテ。さあ角読んで潰して、さあここでゲージを使っていく、危ない危ない危ない、下段から、あーガニバサミ行くのか、ジャイス死んだか、いやーガミガミ選手が一瞬の隙ついて投げ、さあ一本選手2ラウンド目殴って勝利、
スエイローからの攻撃が読まれていたか。さあここは近寄って大パンチ、一旦距離を取ってサンセスコンが待っていた。体力リード、あー滑空から投げる、踏みつけ、もう一度裏剣ダウンを奪っていけ、画面端スウェーで避けるけどダッシュバレーが置いてある、ガードして投げ捨てる。さあ体力リード持って飛び読んでしっかり投げてめくって連続技やり返す、取ったら取り返す。さあファイナルラウンド、泣いても笑っても最後、持ってかガミガミか、勝つのはどっち。 RB2 大会決勝戦、はあ。投げて、あっとここへ相打ちしてくいけないかな。さあ体力リードモンテ、おお、このリードを守りたい、横蹴り攻めるモンテ、しかし一発があるということで殴っていく着パンチ、さあこのまま殺しきるか、あーしばらい空いたモンテ勝利、お見事。いやー連覇ですね、モンテさん連覇ですね。そうですね、モンテ選手は強いということでありがとうございました。あ、ありがとうございます。じゃあ RB2 大会優勝者モンテビリー、みんな拍手、ありがとうございます。どうですか、今日の戦いを振り返って。いや今日もあの心が本当に折れそうな試合が多かったんで特にマリー戦とギース戦は本当に、心が折れそうだったんですけど、焦ったら負けかなと思ったんで、焦ったら負けかなということで、まあ、クレバーに立ち回れたかなみたいな感じで、はい、分かりました。まあビリーカーンはまあ非常にきついというお話はよく聞いてるんですが、きついですね、丁寧な立ち回りすごいですね毎回、はい、まあまあ、スト2っぽい戦い方ということで、まあ、今後も RB2 大会ちょっとやっていきたいと思うんで、あ、ありがとうございます。ちょっと最強を、死守してください、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ活躍したモンテさんにみんな拍手。というわけで優勝商品が広島の大和くんから、つゆかけうどんとですね、いざさんからこのやれやれだぜバッジをじゃあ差し上げたいと思います優勝おめでとう、ありがとうございます。あのカレー美味しくいただきました。あストリートファイターカレー、あれうまかったですか。うまかったです、ね、ありがとうございます。というわけでございまして、今後のモンテさんのご活躍にどうかご期待くださいということでみんな拍手ありがとうございました。いや連覇ということですね、モンテ選手ね、ありがとうございました。というわけでございまして RB2 大会、ね、今日はモンテ選手の勝利ということで、また来月以降に、試合をブッキングしていきたいと思いますので、またよかったらぜひご参加のほどよろしくお願いします。はい、というわけでございまして、リアルバート J5 セミファイナル RB2 大会以上終了、ありがとうございました。というわけでメインイベントリアルバートガロデンセス大会準備ができたら始めたいと思います。今しばらくお待ちください。まだエントリー募集してます。